私を。もういい。眠れ。胸のコアを狙う。あれを破壊すれば、私は眠る。攻撃の気を狂う。必ず。
全て言われてしまったな。さすがは私だ。おかげで私も楽になった。こちらの私は口下手だからな。少しほっとした。誓いが始まった。思ったよりも早いものだ。 お前との日々は実のところ楽しかった。コードキャストの一つも使ってくれずにただ指輪に収めているだけの頃からな。誰かと共にある、誰かと寄り添うというのは実によかった。千と数百年前の地上にいた頃の
と言っても実感はないが、アッティラとして剣を振るった時にも、私を大王と報じるものはあっても、私に寄り添おうという奇妙なものはなかった。だがお前は違ったな。なんだかんだと言いながらも寄り添ってここまで共にいてくれた。きっと今の戦いに敗北していたとしても、お前最後まで私に寄り添ってくれただろう。こんな答え合わせは好きだ。だがな、楽しいばかりでもなかったぞ。楽しかったが、それ以上に怖くもあった。正直なところ、私はひどく臆病者なんだ。きっと誰よりも臆病だ。お前にその言うぞ。言おう。ああ、言ってしまおう。私はお前に嫌われたくなかったんだ。愛想のない冷たい態度が原因で嫌われたらどうしようと私は怖かった。毎日が気が気じゃなかった。石室や檻、料理、巨体が原因で嫌われたらどうしようと私は怖かった。気を抜くとすぐに泣いてしまいそうだった。嫌われたくなかった。それに別れる日が来るのも嫌だった。うん、そうだ。やはり一言で表現するなら、怖かっただな。私は怖かった。毎日、いや、一時間ごと、一秒ごとに、恐ろしくて仕方なかった。いつこの夢が覚めてしまうのか。そんな顔をするな。いいんだ、もう終わった話だぞ。これで夢は終わり、何も悲しくもないし、失っていない。だって全ては幻の借り物の夢だったのだから。なんだ、突然話したと思ったらそんなに悲しい顔をしてやめてくれ。最後なんだ。どうせならお前ももっと、
すぐに消えるとしても、それは本物の願いだと。私もお前もそう言うのか。そうか、そうだな。私もきっと同じだ。今まであそこで見てきたどんな夢よりも輝かしい夢だった。お前に寄り添って、お前と戦って、うん、世界の誰に見せてもいいほどの夢だ。一目惚れだったんだ。そんな相手と過ごせた日々は最高の夢だろう。あ、言ってしまったな。つい口から出たぞ。そうだ、あ、一目惚れだとも。巨大な私をありのままの怪物として接して、名を呼んでくれたお前に、人間として見るのではなく、ありのままにごまかさずに扱ってくれたお前に、私はすっかり虜になってしまった。白状するが、初めから虜だったのは私の方だったんだ。これが本物の夢なら何も言うことはない。もう少し、もう少しでもこうしていたいけれど、もう日が沈んできたようだ。旅はここで終わり。今まで暗い夜を待ち続けたけど、それに足るぐらい輝かしいものを見ました。私を私のまま受け止めてくれてありがとう。さようなら、私のマスター。夜が続いても、あなたに道が続きますように。
Thank you.